キシ太タの飛べ加入に背中から切りつける真似発言で炎上の TBS プロデューサー圧力になる私的に会社の見解が旧ジャニーズ事務所現ンスキーシェットを退場した元キング・アンドスのキシ太ータ28が10月15日エンターテインメント会社 トベへの合流を発表したことを受け、連会談を公言する TBS プロデューサーが否定的なコメント XQ ツイッターに投稿し、大炎上している。騎士は先にトベへ加入していた元キング・アンドスの平野市要26、神宮寺雄太25とともに、新グループナンバー・ I の結成を発表。 ファンからは、ずっと願ってたクシ君合流がやっと叶って本当に嬉しい。また三人のわちやわちゃ見れるのが本当幸せすぎ、と喜びの声が相次いだ。一方で、現在もジャニーズ事務所に残り、キング・アンド・ビスとして活動を続けている長瀬二24と高橋海人24のファン、恋海誕たちの中には、素直に祝福アド・ンで来てる人って何 泣く泣く送り出した結果がこれか。ってならん二人がどんな思いで優しく送り出したか。と複雑な思いもあるようだ。そんな、連会談の一人で、事務所が性加害問題で揺れる中、グループを脱退した三人が新しいスタートを切ったことに苦言を呈したのが、ドラマ、ビューティフル・ライフ・アンナチュラルなどを担当した TBS プロデューサーの上田博樹氏だった。 亀田氏は15日、自身の X に次のように投稿。人って道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない。さらに、双方に失礼、と反論する読者からのコメントに返信する形で、次のようにも発信。タイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけど、ね。他の方法もあった。 自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね。まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。触れることはないですよ。ファンからは、こんな言い方はない、気持ちを踏みにじる発言、などと批判が殺到。さらには、事務所にも、グループにも、連会にも、砂かけてヘラヘラ笑いながら活動できるメンタル素晴らしいですね、という。 退場の三人を中傷するような X の投稿に、いいね、を押したことも批判の対象となり、大炎上となった。こうした事態を受け、上田氏は16日に、まあ、人はそれぞれ都市会員用がない。是非もない。おきを悪くされた方にはお詫びします。と、謝罪のコメントを投稿した。上田氏の X は匿名であり、さらに、あくまでも、すべて自分の試験です。 とプロフィール欄に明記されているものの TBS プロデューサーのアカウントであることが広く周知されているのも事実。キー局のプロデューサーがジャニーズ事務所を辞めたタレントについて批判的な投稿をしたり、抽象する内容の投稿にいいね、オース行為はジャニーズを辞めたタレントへの圧力になるのではないかとの指摘もある。そこで TBS に社員である上田氏が 本来自由であるタレントの事務所遺跡を批判したこと、と、こうした発信によって、ジャニーズを辞めたタレントへの圧力になるのではないか、という点について見解を求めたところ、文書で次のように回答があった。 当社では投稿によって意図しない問題を引き起こすリスクが常に存在するソーシャルメディアでの情報発信について全従業員に対して最新の注意を払うよう注意喚起しております。今後も同様の注意を呼びかけてまいります。死への熱い思いがそれぞれ錯綜しているが5人全員の今後の活躍に期待したい。